皆さん、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今回は、映画物語の中の藤原定子と一条天皇の最後の様子をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。映画物語は、平安時代に書かれた歴史物語で、女流文学のような書かれ方となっているので、女性が書いたと考えられていますが、作者は分かっていません。まずは、一条天皇と中宮定子の最後の面会の場面をご紹介します。2月になって、中宮定子が参拝すると、姫君は、4、5歳くらいになっていて、可愛い盛りで、何事もよく話すようになっていました。今宮は、輝くばかりに美しく、定子は、帝の幼少の頃によく似通っていて、なんて可愛らしいのだと、じっと見つめるのでした。帝は、中宮に、優しい笑顔で、時には涙ながらに、自分の気持ちは変わらないということを語ります。でも、定子はいつにない様子で、心細そうにして、悲しいことばかり言うんです。この度の参拝は、遠慮するつもりだったのですが、もう一度だけ、帝にお会いしておきたくなったのと、今宮のこれからのことが気がかりで、こうして参拝させていただきました。どういうわけで、そのような心細いことをおっしゃるのですか？縁起でもないことですよ。何かとただ心細くなってしまうのです。この私の身については、どうとも存じ得るものではございません。ただ、幼い宮の行く末が気がかりなのでございます。こんな感じで、帝は、定子に変わらぬ愛を語るのですが、定子はいつもと違う様子で痛々しい感じなんです。枕草子に描かれる定子と随分違っています。3月になって、定子は皇后宮となり、藤壺の女房も、妃の位となり、中宮となります。皇后宮定子が、宮中から退出し、自邸へ帰る準備をしていると、帝が、やはりもうしばらく、と引き止めます。帝は、ここしばらく、定子の月の触りがなかったことを心配しているのです。ところが、定子は、こんなことを言います。私は、喜ばしいこととは、とても思えないのです。今年は厄年だから、慎まなければならないですし、占いでも心配なことばかり言われておりまして、なんだか、自分の命に関わるような気がして、心細くなります。定子は、この後、3月下旬に、宮中を後にするのですが、屋敷に戻ってからも、月の触りのことが心配で、しみじみと悲しいことばかり言って、自分が情けないと、何度も袖を濡らすんです。食事も取らず、夜も昼も涙する様子を見て、兄の措置殿も、弟の中納言も、これは一大事だと心配して、祈祷の手配をするのですが、来てくれるのは、これ地下の金立ちの、宗図の龍炎や、清少あじゃりくらいで、立場のある僧ほど、道長に気を使い、この一門と親密な様子を見せるわけにもいかず、あれこれ言ってちっとも参上しないんです。かといって、人に知られていないような層だと、貢献も期待できないので、これちかは、なんとも無念だと嘆きます。世間が沸き立つ門祭りも、この一門にとっては、無縁のようでした。8月になります。定子は、あれから、ずっと心細い気持ちで、明け暮れ涙しています。定子が好んでいた、萩の葉の露が、いつもより心に留まりそうな美しさであっても、定子は、昔のことばかり思い出して、ぼんやりとしています。帝は、普通の体ではないからと、痛々しく思って、いろいろな贈り物を届けます。ただ、図経の方は相変わらずで、代役程度の僧しか来てくれず、ハキハキしなかったり、眠りこけてしまったり、落ち着きがなかったりと、その振る舞いは、かえって逆効果になっていそうな状況です。これ地下や高家が来ると、なんとか気が紛れるというのですが、むやみに涙をこぼし、姫君や若宮のことを心配しています。それでも、龍炎が来てくれるのが救いで、もし龍炎がいなかったら、もっと惨めだったのです。この時、宮中では、御節などの臨時の祭りが続いて、華やかに沸き立ってきたので、昔からの定子ゆかりの金立ちが参上し始めます。こういう時の清少納言の応対は見事で、生中の若女房とは違って、その振る舞いに、格の違いを見せつけるのでした。
いよいよ予定日が近づいてきます。天使は手習い文などを書いているのですが、悲しいことばかり書いています。手習い文とは、誰宛てということでもなく書き綴る文章のことで、以前泉式部日記でもご紹介しました。これちかも高家も奉仕に劣らぬお務めをして、お産のことばかり口にし、最近では自邸に帰らないで待機しています。そんな中で姫君と若宮がとにかく可愛らしいので、みんなの気持ちが慰められています。天使も大切な宝だと思いながら二人を可愛がっています。そうこうしているうちに12月15日になります。今日か明日かという状況のため、帝からはどんな様子かとしきりにお見舞いの使者が訪れます。そんな中、ついに巫女が生まれます。安産だったのが何よりだったのですが、後産がおりません。薬湯を差し上げても召し上がろうとしないので心配で、誰もが皆なすすべがなくうろたえます。僧たちは額をついて騒がしく祈り立てます。そのうち随分時間が経ったので、心配になったこれちかが明かりを持って来させて天使の顔に近づけます。すると全く正気が感じられなかったので、驚いて天使の顔を触るのですが、もうすでに冷たくなっていたのでした。みんなが大変なことになったと途方に暮れている中、僧たちは額を打ちつけて声高く祈るのですが、その甲斐もないのでした。これちかは天使の亡骸を抱きしめて声を惜しまずに泣き続けます。しかし、いつまでも嘆いていられようかと、生まれたばかりの姫君を抱いて他の部屋に移すと、亡骸をそっと横に寝かせて言います。このところいつも心細そうにしていらっしゃったが、まさかこんなことになるなんて。高家もどうにかしてあの世への旅路にお供できたらと涙します。二人が配慮された時に、この御所内の人々の涙は尽き果てたはずだったのですが、涙がいつまでも尽きないのでした。皇后宮天使の崩御は直ちに帝の耳に入ります。帝は悲しみのあまり生きていられないほどに深く沈んでしまいます。そして幼い宮たちのことを思うと限りなく心痛するんです。しばらくは中宮尚氏の部屋にも行かず、尚氏もまた帝からお召しがあっても気を使って遠慮するんです。天使が書いていた手習い文が未頂戴の帳の紐に結びつけられているのが見つかります。これちかが手に取ってみると、しみじみとした悲しいことや三種の歌が書かれていました。今度こそこの世の最後の旅になります。私の亡き後にこうしてくださいとあって、よもすがらちぎりしことを忘れずは恋ひむ涙の色ぞゆかしき、一晩中ちぎりを交わしたことをお忘れでないなら、私の死後あなたが私を思って流す涙は何色なのでしょう。一番目の歌は帝に宛てたものです。歓喜しに激しく泣くと血の涙が流れるとあるので、監視に通じていた天使ならではの歌なのですが、赤い涙を流してほしいという願いが悲しすぎます。知る人も亡き別れ時に今はとて心細くも急ぎ立つかな、誰一人知る人もいない死での別れ時に今はもうその時と心細いですが急ぎ立つのですね。けぶりとも雲ともならぬ実りとも草葉の露をそれと眺めよ、仮想ではないから煙とも雲ともならない我が身ですが、草葉の露を私だと思って眺めてください。これちかはこの残された手習い文によって、天使が仮想を望んでいなかったことを知り、鳥辺野の南に玉屋を作り、そこに亡骸を収めることにします。早々の夜、これちかをはじめ縁故の者たちがお供して黄金作りの糸毛車で亡骸を運びます。この日は大雪でしたので、到着してみると鳥辺野の玉屋はすっかり埋もれてしまっていました。すぐさま屋内を飾りつけて亡骸を安置します。みんなが泣き崩れる中、雪は降り続け、しばらくすると玉屋が見えなくなるほど積もってしまいます。これちかが読みます。誰も皆消え残るべき実ならめど、雪隠れぬる君ぞ悲しき、誰も皆この世に生き残れるわけではないけれど、雪に隠れてあの世に行ってしまわれたあなたが悲しく忍ばれます。高家も読みます。白雪の降り積む延べは後絶えて
伊豆を墓と君を訪ねむ。白雪の降り積もった延べは、足跡も消えてしまって、どこを目当てにして、あなたの行方を探せばよいのでしょうか。明け方になって、玉屋を何度も振り返りながら、みんなは、鳥辺のを後にします。皇后宮のお屋敷に戻っても、誰もが悲しみに打ちひしがれた様子でした。帝は宮中で、冷えて凍りそうな涙で袖を濡らして、この日の夜を明かします。延べまでに、心ばかりは、かよえども、我が身行きとも知らずやあるらん。鳥辺のまで、私の心は、あなたを慕って送ってゆくけれど、あなたは、この雪の中の行幸とはお気づきにならないでしょうね。11年後の6月、一条天皇は上位し、上皇となったのですが、その翌日から容態が悪化します。厚安親王は、付きっきりで介抱します。5日後、かなり容態が悪い中、剃髪して発体となり、これまでとは、打って変わった姿となります。中宮彰子は、涙をせき止めることができずにいます。そして、22日の昼頃、ついに崩御するのでした。一条天皇は、4歳で東宮となり、7歳で天皇に即位し、25年にわたって、治世を保ちます。近代の帝で、これほど平安に治世された例はありませんでした。一条院は、死の直前に辞世を読んでいます。この辞世を誰に対して読んだのか、2種類の意見があります。映画物語ではこのように書いてあります。梅雨の実の仮の宿りに君を起きて、家を入れぬることぞ悲しき。梅雨の実のあなたを、儚く曖昧な現世に置いたまま、ここを出ていくことは悲しいことだ。中宮彰子に送った歌とされていますが、彰子の変化は、何事も分別つきかねていらっしゃった時のことで、そのままであったらしい、と書かれています。藤原道長の日記の御堂関白記では、中宮彰子が貴重の陰にいた時に読んだとして、梅雨の実の草の宿りに君を起きて、塵を入れぬることこそ思え。梅雨の実のあなたを、草葉のような儚い現世に残して、塵のよう出てしまうことを、どうか分かってください。と言って、再び横になって、そのまま意識を失った、と書かれています。新古今和歌集でも、彰子に読んだことになっています。秋風の梅雨の宿りに君を起きて、塵を入れぬることぞ悲しき。秋風の吹く、儚い梅雨のような現世にあなたを置いて、塵のよう出てしまうことは悲しいことだ。ところが、藤原行成の日記の今期だとこうなります。藤原行成は、こちらの動画の大阪の席で登場した人ですね。一条院のお召しで参上すると、私は今、生きているのか、と仰せになる様子は、尋常ではいらっしゃらないようだった。午後10時頃、法皇はしばらく起き上がり、歌を読んでおっしゃることには、梅雨の実の風の宿りに君を起きて、塵を入れぬることぞ悲しき。そのお心は、皇后様に寄せたものである。ただし、はっきりとその意を知りがたい。行成が、どうして、彰子ではなく天使に宛てた歌だと思ったのか、その理由は書いてありません。でも、考えられる要因はいくつかあります。要因その1、天使は成仏していない。一条天皇は、以前、出家した天使を還俗させてしまっているので、天使は、成仏がかなり難しくなっているんです。それに加えて、当時は、お産で死んだ場合は、成仏できないと考えられていたんです。さらに、天使は仮装ではなかったので、成仏して、煙や雲にもなっていませんでした。ですから、一条天皇は、天使が、今も成仏していないと考えていたはずなんです。要因その2、一条院の治世は、天使の治世の3種目の変化と考えられる。こちらが、天使の治世の3種目です。煙とも、雲ともならぬ、身なりとも、草葉の梅雨を、それと眺めよ。仮装ではないから、煙とも、雲ともならない我が身ですが、草葉の梅雨を、私だと思って眺めてください。この歌に対し、一条院の治世です。梅雨の実の風の宿りに君を起きて、塵を入れぬることぞ悲しき。梅雨となったあなたを、風の吹く、儚く曖昧な現世に置いたまま、塵のよう出てしまうことが悲しいのだ。天使が、草葉の梅雨が好きだったことは、枕草子にたびたび書かれていますし、
当然雪成も知っているはずです。ですから一条院が露という言葉を重ねたことで、雪成は天使に当てた歌だと感じたのかもしれません。それに少子が自分宛ての時世なのに変化をしないでそのままにしていたというのも気になるところです。ところで映画物語御堂関白記、軍記、新古今和歌集とそれぞれ歌の内容が少しずつ違っているのは、一条院が意識が朦朧とする中で読んだ歌なので言葉が明瞭でなかったことが原因と考えられています。このチャンネルでは歴史伝統文化とそれに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。